あなたの車は大丈夫？実はその車、不正改造車かもしれません。皆さんは車の不正改造をご存知ですか？車は安全や環境基準である道路運送車両法の保安基準に適合していなければ公道を走行してはならないと法律で定められています。しかし保安基準に適合しない不正改造車は未だに後を絶たず、皆さんの平穏な生活環境が脅かされる要因となっています。そのような不正改造車を撲滅するため、不正改造車を排除する運動の強化月間が実施されているんです。今日はその取り組みについて詳しく聞いてきました。不正改造車にはどのような危険があるのでしょうか？不正改造車は安全を脅かし、道路の秩序を乱すとともに、大気汚染や騒音等による生活環境の悪化要因となっており、社会の迷惑行為としてその排除が強く求められております。特にかっこいいからですとか目立ちたいからという身勝手な理由で保安基準に適合しない部品の取り付けや取り外しなどを行い、違法行為との認識のないまま不正行為を行っている自動車ユーザーが後を絶ちません。では不正改造車を排除する運動について詳しく教えてください。国土交通省では自動車関係団体と協力して全国各地域において不正改造車を排除する運動の強化月間を設け、警察や自動車関係団体のご協力のもと街頭検査を実施し、不正改造車の撲滅に向けて取り組んでおります。車の不正改造は犯罪です。不正改造車のユーザーや不正改造の実施者に対して刑罰が課せられます。ご自身の車を確認して、不正改造のない安全安心な車社会を目指しましょう。